さんこんにちは。1日30回で体を引き締める腹筋シリーズを行います。今日引き締めるところの腹筋はこの横の筋肉、このウエストのくびれをしっかりと作るタイプになります。普段トレーニングをしていて慣れている方、特にしっかり引き締めていきたい方、そういう方におすすめになります。それでは始めていきます。まず横向きになります。肩の真下に肘があるかを確認して横向きになります。頭から見て足先がまっすぐ伸びているところに足を置きます。そこから下の足を前、上の足を後ろ、足をクロスして体を持ち上げていきます。頭の後ろに上の手を置きます。そこで息を吸って吐いて、上の肩と下の足の膝をくっつけます。吸って戻します。吐いて締めます。その時に肩の力、肘の力を抜けて肩が落ちないようにしっかりと支えておきます。